うん。これ聞くかうんどれどれ中村さんと菅沼さんのお付き合いはいつからって。に、うん。この二人の接点って、あんまりさ、あの、知らないかもしれないよね、みんなね。知らないですよね。意外とね。あ、なんか接点ある突然仲がいいんだ、みたいな。この間だってうち来たしね、遊びに。遊びに行きましょう、行きましたそう、だから意外とこう、知られてないだけで。だって、とあるレギュラーで、毎週、 あのー、デニーズにね、収録の1時間前ぐらいに集まってね。<laughs> うん、そうでしたね。毎週 LINE で、何時ぐらいに行ける何時に行きます,きますじゃあ俺その時間行きます。うん、で家,家出ます。みたいな。これが出ます。OK。みたいなね。今日もそうしたけどね。今日もそう、そうでしたけど。<laughs> 今日もそうやりましたけど。えー、今日もデニーズでしたけど。<laughs> こ そうですね。僕が覚えてる限りでは、一番最初って一番最初は、うん、あれですよ。あの、杉田なにさんが、そうでしょなにかさんがね、あの、突然、ちょっと今日、うん、あの、人と会うから、うん、来てくれって言われて,って、うん、行って、 すがぽんっね、そうだった、そうだった。いて。でね、なんでかカラオケ行ったそう、行った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 。あの、神田かどっかの。うん。ちょっと場所、確か神田のあたりだと思うんだけど。俺はなんで知らない人といきなりカラオケに来てるんだろうってね。すごくドキマギしてた急にあいつはそういうことするからね。杉田はね。全然、ゆうきゃが何歌ったのか、杉田も俺も何歌ったのか覚えてないけど、一番最初カラオケに行ったら覚えてるし、それよりも何よりもね、そのもっと前に、ほんと2000年、あのー、 ウェブダイバー。だって杉田と最初に出会ったのってウェブダイバーじゃないウェブダイバーですね。あれの現場の時に、まあ俺は出てないけど、その時に杉田が2000年の時だよね、やたらと、あの、まあね、事務所はもう今変わってますけど、まあ、鳥取にいる。あ、僕の事務所かね。そうそう、変わってますけど。あ、は鳥取でもないった。鳥取でもなかったか。そうなんです。あのでも、長村雄一っていうやつがいて、もうめっとにかっこいい色男でかっこいい。そして、 声もかっこよくて、芝居もいいっていう。男に紹介する紹介の仕方じゃないと思う。って言われたんだ、そんだけハードル上げて大丈夫なのって思って。カラオケだよ、そうそうそう。それで割と俺はこう結構でハードルを高めに、う会う時に思ってたら、めちゃ、めちゃめちゃさ、当時さ、今よりももっと、シュッと、まあ今もシュッとしてるけど、シュッとしてましたね。もっとほら、食えてなくてガリガリだったでしょ。ガリガリ。めっちゃガリガリだったよね。の時はね、55キロだもの。そうだよね。めっちゃガリガリだったガリガリだった。 で、ね、あの、持って生まれたポテンシャル、足長いしさ、色、色男でいい声でしょで、あんなにハードル上げたのに、うわ、かっこええわーと思った。本当うん。いや、なんか今日のラジオ楽しくなってきた。いや、それほんと最初、一番最初のんで、で、そのね、そうそう、その後、ま、あいろいろと、こう、あの、なんだかんだでね。俺がひげ生やした時にも一緒に仕事したりね。そう、なんかね、ちょいちょい接点があったり、その間に人が入って、 あのー、一緒に遊ぶことがあったりとかね。ねまあ、杉田だったり、立花だったり、三浦,ね、三浦だったり、うん、さんもがみやす、ね、うん、安本。このあたりは、常に一緒に遊んでたね。10年前ぐらい。ね、毎週、うん、毎日のように焼肉も行ってたもんね。<laughs> あのー、吉祥寺でね。そう。当時ね、当時集合場所は吉祥寺のプラザカプコンってところで。<laughs> <laughs> 朝一から、当時ね、今違うよ、当時。今も集まったらおかしいだろ。当時、そうだ朝一開店に10時に、プラザカップコン前にみんなで集まって、で、そのほら、ゲームのバージョンアップの日だったりするから、三国志対戦の話ね。三国室対戦。とにかく一日中ずっとやって、で、夕方過ぎぐらいに17時ぐらいに腹が減ったなって言って、で、焼肉屋に行って、 カードをみんなで、うん、その日引いたカードを<換>みんなでトレードをして、飯食い終わった後、三浦さんが、じゃあもう一回行くかって言って<う>、もう一回ゲーセンチ。そう。で、一時のし、ね、終わるまでずっとやってるっていうね、ずっとこすり続けてるでしょ。こすってましたね。ね、ずっとやってたなどうしたんだろうね。ね。<laughs> で、杉田は帰れなくなるから中村の家に泊まるっていうね、うううこのパターン。 過ぎた、あの、実家に住んで、遠かったから、当時ね。そうそう、帰れないから、お俺は中村のとこ泊まるんで、って、俺、俺まだ何も喋ってないんだけど。もうね、11時過ぎた頃から、俺はちょっと心配いたして、お前大丈夫かって。俺は11時過ぎたあたりから、帰らない様子を見て、絶対打ち狂気だっ思ってたから。俺は心配してたんだよ、過ぎた、お前大丈夫か大丈夫、遠いのにな、みたいな。そう、もう終電だろうと思ってたら、いや、俺は中村んちに泊まるからって、お前まだ聞いてないだろう、いいって言ってないだろうっていう。 俺も、まあ、ああ、だね。<laughs> そ,うそうか、そうか。なし崩し的にね。もう、帰れないんじゃな。<laughs> しょうがないかなありましたねー。ねだから。